そばまんじゅう。公園に行くと間隔を空けて円を作った数人の男が、そばまんじゅう押されて泣くなと声を出していた。何をしてるんですと私が声をかけても、何か必死の形相でなかなか返事をしない。それでもしつこく聞くと、ようやくそばまんじゅうをしてるんですよと教えてくれた。輪になった大の大人が真っ赤な顔で力んでいるのだから、かなり異様な光景だ。まあ変わった人もいるのだろうと、間を通り抜けようとしたその時だ、私は突然見えない何かに弾かれ、植え込みの中へと飛ばされた。で、大丈夫ですか？縁を崩して男たちが駆け寄ってくる。私たちは気功をやっていまして、互いの気で押し合って練習をしていたのです。どうやら私はその気で弾き飛ばされたらしい。そばに立って押し合うからそばまんじゅう。笑っていいのか悪いのか、私は困った顔で腰をさすった。あ、てて、て